おっす、おっす、おっす、おっす。昔空手習っとったんよ、うん、4年ぐらいかな。で、辞めた理由なんやと思う？道着が臭い。違う、冬場の裸足がきつくて辞めた。それ気づくのに4年かかった。だから4年やった空手。なんかすごい、でもいい感じや、筋肉。この光のまれでバキに出てきそう。そう、4年間で気づいたこと、照明で筋肉のつき方が変わってくる。ほんまにほんまに。でもほんまこのほんまにすごいな。ここほら、もう印打っといた。ここで取る。ここが一番筋肉映えるから、ここで取ることにする、これから。あ、そういうこと。うん、スプラトゥーンになって今印つけたから俺。スプラトゥーンってゲーム知ってる？知ってる知ってる。あの、できるだけ自分の色にマッチを染めた方の勝ちなんよ。俺もう今日こんだけ染めたからさ、もう勝てる。これさえ守ればあと。だって相手おらんもん、コンビおらんもん。これで15分ぐらいする気じゃん。コムドと意識してるから、ここできるだけ伸ばしたいよ。こういうクオリティの低いかさ、会話を長いことしたところでさ、うん、切るやん自分。もう今の何回かんだこの間。まあ切りたか切れよ。ただ背中は切んなよ。背中の恥は剣士の恥。おお、違う、強き者よ、名を聞こうって言えよ。ああ、あれか、言った。何とかの恥は剣士の恥。強き者よ、名を聞こう。人類の祖先。時間返せ、マジだ。本題に入ります。今日は現代の悪人をぶっ倒す。現代の悪人をぶっ倒す。めんどくさ。現代の4方向選んでええよ。ごめんごめん。あれ、あの村上のホームラン打った時のこれ56のプレート、あいつこう4方向にしとったからさ、俺もこうやって4方向にしなあかんねんかなと思ったけど。お前のこと誰が見てんねん。俺も3億円の家くれへんから。なんかの手違いで立ちましたよっていう高木を俺んちに間違ってくんかなと。だったら俺全然胸高のふりするけどな。俺会った時に全然グリップ動かせへんけどな。俺こうなったら群れたかじゃないよ。こうやから群れたかなって。これはグリップ動いてないから。お前後ろからみたいに出るわ。はい、スピード違反。ナンバープレート覚えた。顔も覚えた。スプラトゥーンを守った一応。お前守ってる。で今日は、はい、悪人を制裁。悪人制裁。悪人制裁。あ、なんかいい色もいい色。現代の悪い人逮捕します。今日はもう人の財布を盗むようなやつを全員捕まえようと思う。今日これで始まったけど、衣装持ってきたんよ。じゃあ変身。かっこいいやろ、働く男って感じがして。あ、これね。片側4車線道路になってるな。二度筋みたい。でかすぎるやな。でかい、これスーツでかいんよ。痩せたいよ結構実は。昔はだからこれぐらいだったよ、体重が90キロぐらいあったんかな。だからこれでぴったりやってんけど、今見てほら。で一応時期的にこれジャケットいるんかな、どうしよう。一応持ってきてんけど、こっちがさ、刺繍が、まあ、あの南米人入ってて。こっち刺繍なんて入ってると思う、こっちのスーツ。え、わからん。むず、うん、わからない。じゃあ正解発表します。正解はわかるかな。無職。名前入れるっていう制度を知らんくて、あの聞かれたらスーツ屋さんにスーツ作りに行って、うん、刺繍どうされますかってスーツ屋さんに聞かれて、うん、うわボケなあかんなと思って。就職決まってこれから働くんで無職でって言ったら、あの患者どういった感じですかって言われて。こういうカバンにします。はい、サラリーマンっぽく。はい、財布は一応あのビト一応ちゃんと入れてます。診察券、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 病気持ち、はい、病気持ち。で、コストコカード。ほんで、あー、ここに何かあると思ったら献血カード。体部薬に献血バッグするやつ。で、あとお金入れてる。中国まで。取ったやつだからあれやな、めちゃくちゃ体悪い中国人やと思うんじゃん。で、これを、うん、まあ、一応こうしときます。
っていうのが今からこう酔っ払ってベンチで寝たふりをして財布取らせる、財布取った悪いやつを捕まえるっていう。例えばこう前にポンと置いとったらさ、取りに来た悪いやつを俺が捕まえても、いや財布落ちとったから交番届けようと思いましたとかって言い訳ができるやん。だから絶対言い逃れできん、そういう悪いやつ言い逃れできんようにこうやっとく。でこうやって寝とって、こっから取ったらこれは俺のカバンやん、これは言い訳できん。だから瞬時に捕まえてフランキーとブルーノみたいにするということで、ちょっと寝る位置は今日こっちにさ来てくる。だからこうやな、撮ってくださいっていう感じでこうやな。でそっちから撮ってもらう、そっちの茂みにカメラ入れてもらって。オッケー。こうやってこうしとくわ。ちょっと一回撮ってみて、どんな感じなんだろう。ビトンで悪人を釣る、それかヒサロで、松崎しげるを釣る。おう、場所を変えます。月曜日舐めてました、難波にします。京橋は無理です。場所変更しました。大阪南郵便局難波に来ました。ここの方が人が多いんで悪い人がたくさんいると思います。ここでやっていきます。さっき散々やって蚊に噛まれたから、なる早でやりたい。大丈夫っす。マジでやばいっすよ。大丈夫っす。この辺やばいんで。はい。マジで。ありがとうございます。涙出てきそうなってんけど今。でもああいう人が言うぐらいやからマジで取られんのやろ、すぐ。絶対そうやと思う。じゃああの人らなんか警察誰か呼びそうやったからさ。そうやんな。うん、そのパターンもあるな。ちょっともしもし警察です。その歩いてる人が財布とか出てて、ああ取られるよ。さっきも言われたわ、うん、なんか実際この辺めちゃくちゃ多いんだよね。あ、はい、寝てる人からどんどんね。わかりました、ありがとうございます。
でこの辺で寝とったら必ず通風入るから、はい、あの何か月か入れるかでどんどんお前らさん来るよ。わかりました、うん、遠い家遠いんかな。いや遠くないです全然、はい、じゃあ最後ちょっと気合い入れて。 OK です、ありがとうございます。気付けてください。はい、これがドキュメンタルや。今日は2時間寝て被害ゼロ、悪人は栄えました、悪人はゼロになりました。心配されてたやんな。こっちはさ、悪人をちょっと懲らしめようと思ってる時にさ、ああいうさいい人に出会うとさ、なんかこれやってていいんかなってなんかちょっと思うよ。こっちはさ、いい人をあの困らせたいんじゃなくて、いい人を心配させたいんじゃなくて、悪人を捕まえたいわけやねん。なんかもうあれやったらさ、空手の肩だけで20分とかいけるじゃん俺は。でも今回まあちょっと俺がサラリーマンとはちょっと遠いし、取りにくいよな、取るほどしたら。まあ確かにな、ちょっと逆に今度さ、今日はいいから今度カメラマンでやってみへん。ああせやカメラマンのがちょっとあの分かる、あの凡人っぽいんよ、なんか普通に。ああああ、ちょっとこれはアスリートが隠しきれてないから、こんなせやな。あと今日もでもちょっとまあなんか惜しいのは何個かあったんよ。惜しいって変な言い方、悪人が炙る、うわすごいかっこいい。何の顔今それ、もう見れたなっていう。だから今日はちょっとあの、まあ、失敗に終わりましたけど、はい、聞くねん財布パクられたとかはよく。ああ、だから悪人はゼロじゃないと思う。ただ今日は時間が悪かったのと、うん、まあまあ場所が悪かったのと、まあいろいろ工夫して悪人をあぶり出します。あとなんかやってほしいシリーズあったら教えてください。チャリンコパクられたことがあるから、チャリンコパクる人を捕まえてほしいとかっていうのがあれば、はい、私に2人まで倒せるか。2、3、1、2、3。今日はあのこういう結果に終わりましたけど、はい、ごめんなさい、期待してもらった方には申し訳ないんですけど、いい人に出会えたということで勘弁してください。今日の感想は言います。はい、悪いやつって言うけどさ、世間を色眼鏡で見てるのはよ、お前の方やん。いい人ばっかやん。